チョコミント味です。楽しみだな。こんにちは、サンロードの花園です。皆さんはチョコミントは好きですか？歯磨き粉の味がするから嫌いだって方もですね、結構いらっしゃるかと思うんですけど、私ですね、もうチョコミント大好きでして、もうチョコミントのですね、アイスクリームやまたそういうチョコレートを見つけたらですね、ついつい買っちゃうんですよね。今回はですね、このお菓子コーナー見て回ってる時にですね、そのチョコミントのですね、チョコレートを見つけましたんで、今回はそちらご紹介しようと思います。今回ご紹介する商品はこちらになります。ブルボンブランチュールチョコミント味です。チョコミント味です。楽しみだな。それでは早速食べてみますね。はい、香りがですね、あのミント特有のですね、あの爽快感を感じられるあの香りがですね、広がっております。それでは早速食べてみますね。いただきます。口の中に入れた瞬間ですね、あのミントの爽やかな香りがですね、もう口の中に広がりまして、もう爽快感をですね感じられるお菓子ですね。ミントが好きな方にはおすすめですよ。私もちょっと気に入りました。ただミントが苦手な方はですね、やっぱり苦手なんだろうなって思いますね。ブルボンのブランチュールチョコミント味、ぜひですね、ミントのあの爽やかな香りがお好きな方はですね、お試しいただければと思います。もう口に入れた瞬間ですね、ミントの爽やかな香りが広がりますので、とってもおすすめですよ。はい、このチャンネルでは新商品の案内やですね、また各メーカーさんのキャンペーン案内、その他にもですね、サンロードのイベント情報など発信いたしておりますので、チャンネル登録されてない方はですね、ぜひご登録お願いできればと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。だんだんだー。